長と同じ市に住んでおります。そういう観点から、広瀬社長にお聞きしたいんですが、ご存知のように実は私どもの郡山事務所、5月の、9日に除染作業をいたしました。除染前が、毎時 0.44 マイクロシーベルトと、で除染後が、0.36 と、まあ、いうことで、約2割弱、まあ、改善したわけでありますが、年間線量ですとやはり1ミリを超えると、まあ、こういう状況で実は暮らしている福島県民の方が大変多いという、まあ、こういう現実がございます。で合わせて、先ほど漁業者のお話もございましたが、今試験操業をやっておりますが、ほとんど実は取ってもですね、お魚を取っても捨ててしまうと、その試験操業で認められているものしかいわゆる市場に出せないと、まあ、こんな状況で大変辛い思いをする。さらに、今県まだ福島県で県民で避難された方が15万人、そして県外に避難された方が5万人という、まあ、こういう状況が続いているわけでありまして、私も福島県民を代表してですね、今広瀬社長が、福島県民に伝えたい思い、それを率直に語っていただきたいと思います。広瀬参考人。はい、冒頭のこの委員会の冒頭のご質問にもの時にもお答えいたしましたけれども、本当に2年7ヶ月間もなく経とうとしておりまして、本当に長い間ですね。でまたその状況が今も引き続いているということでございます。特に避難をされていらっしゃる皆さんには本当に大変なご迷惑ご心配のご心痛をおかけしていることだというふうに本当に思っております。またそれ以外の方々ももちろん、農林水産漁業関係者の方はもちろんのこと、普通にご商売をされていらっしゃる方々もですね、本当にいろいろな形で、ご苦労されているということだというふうに思っておりまして、誠に申し訳ない思っているところでございます。本当に申し訳ございません。また加えてこのところの汚染水の問題でですね、そうした問題がありますと、せっかくそろそろそのご自宅に戻ろうというご計画をされていらっしゃる皆様にも大変な悪影響を お与えしてしまっているということで、本当に申し訳なく思っております。とにかく私ども会社の今のもうなんていうんですか、 最優先課題として、とにかく福島の復興というのを東京電力の使命のナンバーワンに掲げて、で本当に毎朝その社員が本当に県警服用するようなですね、そういう形で、しっかりとして言い聞かせて、社員一丸となってですね、まずはそのとにかく皆さんに一日でも早く元の生活に戻っていただけるように、いろいろな除染やその賠償やそれから廃止措置いろいろございますけれども、いろいろな場面でとにかくできる限りのことをやっていこうということで今努めております。本当に申し訳ございませんが、ご理解いただければと思います。赤松兼重君。私も先月の20日、福島原発第一入りいたしました。まあ、本当に、その現場に行くだけで約1時間ぐらい防御服等のですね、まあ、準備があるという中で作業をされる方も大変な状況だと思います。でそういう中、広瀬社長もやはりこの原発、福島原発第一の収束というのが最優先課題というお考えを何度もお話ししておりますけれども、そのためにおそらく最低1回以上は福島県入りされていると思います。しかしなかなか社長自らですね、福島県民の皆様に対するメッセージが実は少ない、見えないという言葉がありまして、で特に、先ほど15万人の避難者、いわゆる現役世代、子育て世代と合わせて、おじいちゃん、おばあちゃん、いわゆるこの家族の分断というのがとても深刻な状況になっているわけであります。そういったことも含めまして、広瀬社長にはですね、最低1回ぐらいは直接社長の口から福島県民に今の進捗状況、またこうしたいという思いを伝えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。広瀬参考人。はい、現状私もできる限り福島に参りますし、参っておりますし、でそういう機会を捉えて、いろいろな発言をさせていただいております。またご存知のように、福島復興本社の代表 を常駐させていただいておりまして、で、その代表は月1回記者会見させていただいております。まあ、そうしたことであらゆる機会を捉えて、
本当に私どもの思いや今の状況をしっかり福島の皆さんにお伝え、今後とも続けていきたいというふうに思っております。若松兼重君。ぜひよろしくお願いいたします。でその上で、原子力安全委員会にお聞きしたいんですが、ちょうどこの8月19日の汚染水漏れの発覚の翌日に NHK の BS ですか、いわゆる海外版のニュースが紹介されておりまして、そこに、紹介されたのがこの、福島汚染水ですね。そしてこの福島からですね、第一原発から汚染水濃度が赤くなってずっと希釈されて、黄色くなって太平洋に伝わると、翌日にはもう実は地球レベルでこの事実が伝わっていると、それが現実には、ほとんど、太平洋ですから希釈されて、数字的には出ないことが多いわけでありますが、でも、風評被害は地球規模であると。ですから私はこの放射、この汚染水問題を合わせて福島原発のこの事故というのは、風評被害との戦いでもあるわけであると思っております。そういう意味でこの原子力安全委員会の役割というのは大変重要であると思っております。で特に私はちょうど仕事が公認会計士、ちょうど杉委員も公認会計士でありまして、私どもは企業の決算を正しいというその証明ですね、監査証明業務、これは保証業務でありまして、この保証するという重みが非常に強いわけであります。それが事実でない場合に私どもは責任を取るというこの役割でありますから、私たちの保証業務、いわゆる適正権を出すことに対して、さらに第三者チェック、それが同じ、監査法人内なりですね、公認会計士業界なり金融庁の第三者チェックも受けて、もうそれでもなかなかこの私たち その発する保証に対する責任感が、確立できないというのが現実でいるわけであります。そういうふうに、考え方から原子力規制委員会にですね、いわゆる第三者意見としてやっぱり情報をタイムリーに発表する、これは大事でありますし、いわゆる内部監査という言葉がありますが、いわゆる、東電の職員の方も大変な作業をされながらやっているわけ、例えばタンクの設置にしろですね、そういった一つ一つの作業に対してまさにこの、保証業務的な観点からですね、必ずその隣には原子力規制庁の方がいてですね、それはちゃんとやっているとかですね、内部監査的に一つ一つチェックすると、そのくらいのきめ細やかな規制委員会の関与がなければ風評被害というのはなかなか減らないんではないかと、そう考えると今の、規制委員会の、いや体制で十分かどうかという危惧があるわけでありますが、その点はいかがでしょうか。委員長。田中委員長。ご指摘の点ですけれども、国際的な信用を売るという意味においては、IEA 等の主催するさまざまな会議に出るとか、国際アドバイザー、NRC とフランスとイギリスの規制庁の、トップをやった方、三人については常時アドバイザー契約を結んで、いろいろ進言をいただいています。それから今回の汚染水の問題に関しては毎週1回英語版で、IEA だけじゃなくて主な海外メディアとかにも発信しているというようなことを やらせていただいております。で私どもの その能力についてご心配いただいて大変ありがたいんですが、決して十分ではございません。ただ持てる能力をできるだけ最大限に発揮できるように努力をさせていただいております。で、近々この規制委員会の設置法の付則にありますように原子力安全基盤機構も統合するということになっておりますので、そういった専門的な知見も合わせて規制庁の専門性を高めつつ取り組んでいきたいと思います。ただし原子力安全基盤機構は私たちのいわゆる技術的な支援機関としての役割を果たしてきましたので、これが一緒になったことによってその後我々の人と人材を継続的に支えていただけるような仕組みもぜひこれからご検討いただければというふうに思っております。若松兼重君。
今の、まあ、あの十分ではない、まあ、全てに、十分だというお話はないと思いますが、で合わせてしっかりと、やる、まあ、あの人の配置ですねと今委員長からお話があったと思いますが、あの茂木すみません経済大臣、今の点についていかがでしょうか。茂木経済産業大臣。まあ、しっかりですね、まあ、あの規制委員会においても、そしてまたあの東電においてもですね、あの体制の強化を図っていくと、まあ、いうことがあの重要だと、そのように考えております。若松兼重君。で合わせて先ほど私はあの、いわゆる、あの第三者機関のですね事態のさらにチェック機能ということで、特に、この分野では IAEA とか、いくつかありますけれども、ちょうど、この委員会の方で3人の方ですね、オブザーバーということ、アドバイザーですね、で国際アドバイザーという形で、ISN 前委員長等を、まあのアドバイスをいただいておりますが、もっとですね、この方々、やはりスタッフを持って、しっかりとその規制庁のですね、また委員会の作業というもの、また、いや国際的な観点からの第三者チェック、やっぱりこういったことも必要だなかと思います。そういう意味でもっと踏み込んだですね、国際機関の関与というのは、チェックというんですか、それをやっぱりやるべきではないかと思いますが、委員長、どのようにお考えでしょうか。田中委員長。まあ、どの程度やるべきかということは、もちろんご指摘のとおりですが、我々としては現在与えられたある程度期限の決まった仕事に取り組んでいるということと、一負の問題とか非常に装備の仕事もあります。そういったことを踏まえながら、できるだけ幅広くその国際的な意見を取り入れ、お聞きしながらやろうということです。で今後どういう形の国際的なアドバイザーの仕組みを作るかということについては、今後検討させていただきたいと思います。若松兼重君。まあ、そこで今回の、まあ汚染水問題でありますが、8月19日、まあ、大きな問題が発覚して、でさらに10月1日そして10月2日と、まあ、こういうまた次に おそらく起こるであろうと、やはりこれだけ続くわけでありますから、監視体制を強化したりとか、いろんなことやってもおそらく追いつかないという、これ誰もがこういう危惧を守っているわけであります。まあ、そういう中ですね、ちょうどこれは8月でしょうか、原子力委員会として総括的な報告書を出されましたね。まあ、いわゆる8月14日ですか、福島第一原子力発電所、特定原子力施設に係る実施計画の審査についてと、まあ、ここにつきまして、やはり汚染水の関してはいくつかの指摘事項、特に大変重点を置いて指摘されております。そういう中、まあ、次から次へとまたこの汚染水の問題が、まあ、おそらく出てくるだろうということで、とりあえずその時点での東電が行おうとする今回のやる原発問題ですねを対する総括的なこの審査の結果だと思うんですけど、やはりこの汚染水については、早急に委員会としてですね、原子力委員会として、もう一度包括的にこうさらにこうしっかりと審査というんですか、していただいて、それなりの総括的な意見というのは、やはりこれ、国民が求めていると思うんですけど、いかがでしょうか。田中委員長。8月のそのご指摘のことは、特定原子力施設としての原子力規制法上、福島第一原子力発電所は特別な状態にあるので、この廃止措置を安全に進めるための一つ の、原子力規制法上の特例みたいなものですけれども、それに基づいた実施計画というのが東京電力から出てまいりましたので、とりあえず現段階ではこの実施計画を認めて、それに基づいて私どもとしてはいろんな検査とか等の規制をやっていこうということで一応認めたものです。ただしそこでもありますように、これは東京電この福島第一原子力発電所のさまざまな今後の不確定性を考えると、当然それは順次変わっていくだろうし、それについてきちっと審議をしますという条件の下で認めてさせていただいています。それから汚染水につきましては、その委員会のもとに汚染水の
評価検討のワーキンググループを作りまして、これまでも毎週のように東京電力の参加もいまして、いろんな方法を検討させていただいているところでありますので、先生ご指摘のように大変懸念されることですので、なお一層我々としても関与を深めていきたいと思っております。若松兼重君。もう一言ベストを尽くしていただきたい、それだけでございます。でその上で、茂木、経産大臣にお聞きしたいんですが、先ほどちょっとお話が出ましたが、今回の実は JR 東、JR 北海道ですか、なかなか自分の力だけではということで、JR 東海が確かサポートすることが表明されたと思います。同じようにこれも電力業界としてはもう全てに共通する話題でもありますので、おそらくもう東電だけではもう限界があるとみんな分かっております。そういう意味で、日本国内にある全ての全、電力会社がですね、東電に対する支援体制というのをですね、こうぜひとも取っていただきたいというのは、おそらく、今日いる、委員、そして国民の願いだと思うんですけど、そういうことを指示なり、また要請される意思はおありでしょうか。茂木経済産業大臣。若松委員とは私、当選同期でありまして、先生が大変ご苦労されて、10年ぶりに国政に復帰をされたと、本当に自分のことのように嬉しく思っております。年も同じでありまして、先生が8月の5日のお生まれ、福島県の生まれ、私が10月の7日、今日が誕生日でありまして、閉会中にもかかわらず委員の皆さんにお集まりいただいて、こういった機会を持っていただきましたことを心から感謝を申し上げる次第であります。今東電そして関連会社、6000人の体制でですね、この廃炉そして汚染水対策、等々取り組んでおりますが、もちろん他の電力会社と、協力も必要でありまして、水処理の、設備のですね、設計、施工管理要員として、現在、他の電力に10名程度の、派遣を要請する予定と、このように聞いております。また廃炉作業に不可欠となります放射線管理や分析に関する支援要員について、日本原子力研究開発機構から5名程度、電気事業連合会を経由して、他の電力会社から10名程度の派遣の協力を依頼しているところであります。これは国、そして東電、他の電力会社、関係の機関、挙げて取り組む問題だということでありまして、そういった要請につきまして、経済産業省としても全面的に後押しをしていきたいと考えております。若松兼重君。最後の質問になりますけれども、確か益子委員長、衆議院の富田委員長と、フィンランドですか、最終処分場を視察されたと伺っております。でその際に、最終処分場を決定したということですね。ですからそれは本当に、フィンランドの話でありますが、行政、電力会社、そして規制委員会のトップが非常にコミュニケーションも取り、さらに悪い情報、いい情報全部出して、その信頼性はある意味でフィンランド 100% 得ているとという、この3社のコミュニケーション、非常に大事だと思っております。そういう意味で、今、例えば廃炉汚染水対策チームですか、とございますけれども、この3社が年に3回とか4回とか、定期にお会いすべきだと思うんですけど、また時間があれば、ぜひとも広瀬社長、委員長、また大臣のご意見いただきたいと思うんですけど。茂木経済産業大臣。大変良い提案をいただいたと思っております。やり方も含めて検討させていただきたいと思います。田中委員長。茂木大臣の下の廃炉推進会議の方にも規制の立場からご協力させていただいておりますので、なお一層協力をさせていただくよう努力したいと思います。広瀬参考人。はい、もとより私どもの起こした事故でございますので、私どもはありとあらゆるところにとにかく参加させていただいて、一生懸命やっていきたいというふうに思っております。はい、松田幸太君。みんなの党の松田幸太です。本日は閉会中審査をお時間いただきまして誠にありがとうございます。茂木大臣、誕生日おめでとうございます。実は私の父も今日誕生日でして、昨日お祝いをしてきたところでございます。それでは早速質問に入らせていただきたいと思います。まず凍冷機についてです。理論上は凍水係数がゼロだと
言われています。しかしこの遮水壁、透明壁、これは本当に今考えるベストな選択だと言えるんでしょうか。この仕組みは今までトンネル建設などの一時的な